さあ、行くぞ。やあはは、雑草でございます。今回ご紹介する映画はキャンディーマンとなっております。ジャンルはホラー映画です。個人的には普通です。一般的にはまあ面白いんじゃないでしょうか。なので友達や家族で見ても楽しめる作品かと思います。キャンディーマン、なんでしょう。まあ、あらすじとしては大学院生の女性の主人公が殺人鬼のテーマに論文かなんかを書こうとしていたときに、まあ、キャンディーマンの都市伝説みたいな、まあ、噂話みたいなのを耳にして、興味を持ち、調べていったらというような感じのあらすじです。まあ、そのキャンディーマンを調べていくうちに、まあ、キャンディーマンを呼び出す呪文を、まあ、冗談半分に唱えてしまって、そこから惨劇が始まるといったような感じですね。大雑把に言っちゃうと。何でしょうね。まあ、普通に面白いとは思うんですが、あんまり個人的にはそんなにっていうような感じはしますね。なんか来ない。まあ、普通に見ててまあ面白いんですけど、なんかパッとしないっていう、ね、自分としてはまあ、普通に面白いんですけどね。キャンディーマンが、なんか、なんていうのかな、まあ、ね、化け物、まあ、死人で、まあ、化け物みたいな感じなのに、意外になんか、その、知能犯みたいな感じで、主人公を、に罠をかけるみたいな。要はなんか、そう、主人公が気絶してる間に、なんか、他の、人だかを殺したりとかして、その、凶器みたいなのを脇に置いといたりして、こう、駆けつけた人が、なんか、人殺しよ、みたいな。結構知能犯なんですね、そのキャンディーマンは。なんか、化け物っていうかね、殺人、その、化け物の殺人鬼なのになんかそういった、ね、罠にかけるとか、そういったような一面も見られます。ちょっと裏返し。なんだろうな、これ。まあ、自分、2もビデオで持ってるんで、この後に2も見ようと思うんですが、2は、その、内容覚えてないんですが、その、前に見たときは、1より全然面白くなかったような気がするんですよね。まあ、ワンの終わり方が、衝撃の終わり方なので、あれ、ツーってどんな感じだったっけみたいな。しかも、ツーで持ってるのが字幕スーパー版じゃなくて、日本語のあれなので、まあ、例によって、その、なぜ、レンタルオチを買った時に、その字幕スーパー版がなかったっていう、まあ、オチですよね。基本的に、自分は、その、英語全くわかんないのに字幕スーパー版が好きなんで、まあ、日本語の、でね、のやつも全然好きですよ。その声優さんとかもあっても、まあ、普通に、ね、合ってる人使ってますし、まあ、あとはその、なんていうんですかね、映画館みたいに、な感じで見れますよね。その、日本語なら、その、家でも。その、字幕スーパー版だと字幕をずっと目で追ってなくちゃいけないんですが、やっぱ日本語だとちょっと目を離してこう、例えばそのお茶入れに行ってる間も、ちょっとセリフとかは聞こえてくるからイメージがつくじゃないですか。よっぽど重要なシーンじゃなければ。まあ、あとはそのね、お菓子を食べながらとかでも。字幕スーパー版だと、ずっと字幕読んでないと、その、
英語で、英語とか他の言語とかで喋ってんの、ね、わかる人だったらいいですけど、自分の場合わかんないんで、字幕をずっと見てないと、そのね、重大なね、ワンシーンとか、見逃しちゃったら、ええみたいになっちゃうんで。まあ、基本的に目離さないですけどね、その日本語版の日本語な、あれでも、自分は、個人的には。まあ、その、まあ、キャンディーマンと全く関係ないですけど、まあ、次回は多分2を見たいと思います。多分ね、2はね、なんか覚えてないんだけど、そんなに1より面白くなかったようなイメージはあります。もしかして今見たら、2の方も面白かったじゃんっていうレビューをするかもしれません。では、失礼いたします。